はい、皆さん、なんだかめちゃくちゃ久しぶりです。水野ゆいです。こんばんは、こんにちは、おはようございます。全部言っといた。おい、ということで久しぶりにダイヤモンドアートやっていきたいと思います。なんかね、なんだ、ダイヤモンドアート、あ、ずれたい、ちょっと失礼。ダイヤモンドアートちょっと久しぶりになります。私自身ね、やるの自体が久しぶりね。なんだかこう毎日毎日なんか仕事がに忙殺っていうか、まあだね、ちょっと仕事もありがたいことにお忙しい日々を過ごさせ忙しい日々を過ごさせていただきましてね。そうなると何が起きるかって、家帰ってくるとグーターって感じ。もう何やれるって、ご飯食べるとお風呂に入るだよね。もう以上みたいな、そんな生活をちょこっとしておりまして、いや、もうちょっとね、なんかまあ時間を有効に使うことができるといいんですけど、なかなかそうもいかずな感じです。今ね、ちょっと角度的に結構無理な角度でやってて、もうめっちゃ覗き込んでるの私今、だからみんな、なんだろう、ちょっと下手くそやなって思っても許してちょうだいな。ちょっと鼻水もグズグズです。はい、なんかね、もう気がついたらさ、もう11月になってるじゃん。11月ももう、なんていうか、どんどん気がついたら半分、半分じゃんみたいな感じになるじゃん。いや、もうマジき、あ、っていうか年末に向かってるじゃんみたいなね。あれ、ちょっと待って、つい最近まで、マジ暑い、でもなんか汗がすごくてやばいとか思ってたのに、みたいな感じだよね、本当に。なんか、なんだろう、こんなに時の流れを早く感じたのはもうなんか初めてですね。なんか毎日がさ、なんか あっという間とは、なんという分かりやすい言葉だと思うんだけど、あって言ったら終わってるもんね。どういうことでしょうか。本当にね、分かりません。あっという間です。やばい、めっちゃ覗き込んでやってるからさ、最後まで持つかな、腰痛くなるんちゃうかな。はい、これね、何の作品かっていうとね、なんか、多分お花。ひどいもんだよ、多分だよ、多分。なんかね、まあ、ものというか作品自体はアリエクで購入しました。ちょっとどこの店だったかはちょっとはっきり覚えていませんが、なんかねなんて言ったらいいんかな、油絵かなんかみたいな感じで、なんかこうキャンバスに絵の具かなんかをピュッて撒いたみたいな、なんかバシッて投げたみたいな、なんかそういう感じのお花だから、今全然何言ってるか分かんないと思うんだけど、私も何言ってるか分かんないと思うし、多分これさ、作品が仕上がっても何のこっちゃ分からんと思うんだよね。そういうなんかものです。なんかね、本当にすでにミステリー感溢れてるよね。なんか出来上がってもミステリーかもしれないよね。それは見たところこうちゃんとね、文字と色は分かるんだけれども、でも出来上がりがよく分からなかったら、まあ、それもまたミステリーという新しいジャンルかなみたいな感じ。嫌だな、それ大丈夫かな。もうちょっとね、なんかこうキャラクターとかさ、いや、もしくはイラストとかね、なんかいわゆる分かりやすい絵柄ってあるじゃないですか、風景とかね、まあ、そういうのを選べばいいんですけど、なんかちょっとその時の私はね、そういう気分じゃなかったらしいですね。はい、よくわかりません。まあ、でもね、好みとしてはこう、なんかこう、なんていうかな、こうマジックで描いたような色のこうパキッとしたイラストっていうよりは、まあ、なんか絵の具とか、何だった、5番か、なんかこうふわっとした色で、ふわっとした感じで、
なんかもうふわっとしたみたいな、伝わった伝わったかな、うん、なんかこう境目のあまり分かりにくい絵柄が好きなんです私。だからまあそうするとどうしてもこういうちょっとなんだか分からん感じになっちゃうんだよね。いい、あ、それも一つですな。ちょっとこのさ鼻がぐずぐずしてるのですね、ちょっとなぜか。ちょっとめっちゃずれてる。お、ずれてるよ。おい、ずれてるよ。こんな感じかな。よいしょ。今ちゃんとね、置けてるかどうかはね。あんまりにも覗き込んでやってるからさ。なんなら画面を見てやってるよね。こう画面を見ながらさ、こう、ピンセットを動かすようになったらもういよいよなんか医療系みたいな、なんか内視鏡みたいなさ、そんなハードなんかこうそういうことになっちゃうよ。もう そんなことでもライブするときはね、でもじゃなくてライブするときはね、別にその画面を見ながらやってるわけじゃないんですよ。ちゃんとね手元をこうってこうやってつって見ながらやっていて、でもなんかね、本当に見にくい色とか結構あるから、そういうのとかはもうなんだかなんかアップにしてるからさ、もう虫眼鏡、拡大鏡代わりのようにね、スマホ使ってますけどもね、まあ、綺麗に映るからいいよ。あ、つまめん。こんな感じかな。こんな感じ。なんかよくわかんない色だね。なんかもうちょっと可愛い色のところやればよかったかもしれないね。ない、なかった。続きで可愛い色のとこはなかったから許してくれ。うん、鼻が落ちていくよ。いやー、やっぱりちょっと若干私自身もね、めっちゃ久しぶりに、まあ、動画も撮ってるんだけど、ダイヤモンドアート自体もちょっと久しぶりにやってるんだけど、うん、楽しいね。うん、楽しい。うん、楽しいわ。なんかこう、まあ、喋ってるんだけどね、ベラベラ喋ってるけど、やっぱりなんかこう、なんかこういう、ちまちましたことするのって楽しいな。ちょっと頻繁にやればいいんだけどね、まあ、それもね、向く向かないっていうタイミングもありますとね。うお、見えん、ここか、ここでいいんか、これでいいや。うん、もうそんなのね、自分とのタイミングとのこう戦い、よく戦ってるわけじゃないけど、タイミングっすよ、なんでもね。もうちょっと鼻ぐずぐずじゃない、ぐじゅぐじゅじゃない時にやればよかったという後悔はありますけれども、まあいいや。よいしょ。本当にちょっとしかね開けてません。とりあえず今日これをめっちゃバラバラに置いててごめんね、順番に置けよって感じなんだけど、まあね、今日もさ、なんか本当に一日あっという間に終わっちゃって、何ができて何ができてなかったのかも分からなくて、でも体感10分だったもんね今日一日。だからさ、やっぱりこういうなんかダイヤモンドアートってさ、なんていうの、分かりやすく目に見えて達成感っていうか、ここまでやる、こんだけやれたとかさ、そういうなんか、うん、分かりやすい指標みたいなのがあるじゃん、目に見えるよね、当たり前だけど、いや、そういうのって大事、本当大事。なんかさ、大人になるとさ、まあちょっと動画を見てる人が大人に何に限らないかもしれませんが、大人になるとさ、だんだんこう目標を達成するということが具体的に目に見えないからさ、なんか達成感を感じることって難しくて、仕事だと数字とかになっちゃったりとかするし、なんかこう分かりやすい達成感って
得にくいんじゃないかって私は思っていて、うん、なんだろう、まあ、職種とかね、考え方とか経験とかいろんなものによるとは思うんだけれども、まあ、私はそういうふうに思うなっていう時があって、まあ、ダイヤモンドアートってさ、すごく単純だし、明らかに目に見えて物が出来上がっていく、これを達成感と言わずして何というどうしたどうしたピンセットでつまむからね、ビーズトレイは縦に置いています。縦の方がつまみやすございますということに、割と最近、そんな前じゃないけど割と最近気がつきましたね。もうちょっと可愛い色のところがあった。実はね、この作品オーロラがあるんです。見えるかな、 この黄色はオーロラなんだよね。でも今やってるゾーンはないです。なんかずれまくっとんな。まあいっか、まあええわ、まあええわ、ええんか、本当にええのか、いきます。あ、この色かわいい、サーモンピン。なんかさ、ちょっとえ、これさっきも置いた、もしかしてこの辺も2だった。あ、なんだ、ただの置き忘れじゃないか。何が今初めて見ましたみたいな気がしたけど、あ、なんだひどいもんだよ。今私は今日初めて見る色だと思ったら、もうなんか置き忘れてたのか。これ絶対動画見てる人気づいてんな。ゆうじさん、ちょっと置き忘れてますよって思ってるでしょ。私今2が今日今初めてやったみたいな、そんな気持ちだったけど、大丈夫そう。うん、無理そう。まあね、しょうがないです。私はよくやります、置き忘れ、置き忘れ。色かわいいね。今日これは初めてだね。置き忘れてるわけじゃないね。いや、びっくりした。マジで今本当に2位さっきやってたと知らんかったわ。まあ、大体ねライブやってる時もそうなんですけど、バーって喋ってるからさ、さっきまで何やってたか全然覚えてないんだよね。まあ、本当にそういうこと多々あります。うん、大体皆さん優しい目で、温かい目で、なんならぬるめの目で、またやってんなーぐらいで見てくれてるような気がしてるけど、どうですか次はどれにしよう。あと一個ずつだね。もうちょっとで終わるね。うん、ちょっとね、もうちょっと開けるんだったら、なんかこう、なんだ、真ん中制作の途中をタイムラプスでピャーってやろうかと思ったんだけども、いけそうだね。Why? もうなんか一個ずつだな。あった。もうね、あと一個ずつとかになるとね、もうビーズケースから直出ししますね。え、ちょっと私今 Why? Why? って言った？え、Why? 置いた？私どこに何置いた？ここに Why 置いたのかな？もう一個 Why あるな。もうなんか、お前の目は節穴かと言われたら、はい、そうです、節穴ですと大きな声で申しましょう。どうも、節穴です。そのレベルで何も見えてないな。うん、まあいいか。いや、ぎゅうぎゅう。最後に。H。はい、できました。はい、あ、完成だな。うん、まあ、うん、なんかね、ちょっとずれてる感じはするけど、まあいいでしょう。はい、こんな感じでね、あの、ちょこちょこ、ほんとこの作品ちょこっとずつしか進めてません。もうほんと
さっき言ったこれぐらいずつしか進めてないんで、これ一生かかるかな、一生、まあ、いつか終わるけどいつ終わるかは分からないなぐらいの程度でやってますけども、まあ、いつか仕上がることを皆さん楽しみにしていてください。いや忘れていてください、忘れた頃にできると思います。ということで久々に YouTube の動画を上げてみました。はい、最後まで見てくれてありがとう。またね、バイバイ。